今ナイキベーパーフライ問題が勃発している中ですね、このタイミングでナイキベーパーフライの第4モデルと言われているアルファフライのね全貌が少しずつ明らかになってきたので、今日はナイキアルファフライの話についてしていきたいと思います。マツランチャンネル、萩です。今陸上界がね、いろんな意味で盛り上がっていますよ。まあ好記録が出て盛り上がってる最中、まあもう一つ大きな問題で言うとランニングシューズナイキベーパーフライ問題なわけですよね。まあこれがね、ニュースを見ると、スポーツニュースを見るとね、このベーパーフライ、まあ今でも他でもね、ニュースでもテレビとかでもやっぱ取り上げられるぐらいね、注目されてますよね。ナイキ厚底シューズが使用禁止になるのかみたいなところでね、注目を浴びてるんですけど、まあ選手として見てもかなり気になってるところなんじゃないかなっていう思いますね。まあ1月末時点でね、何かしらの世界陸連がリポートを提出すると、何かしらの判断を下すと言っているので、もう間もなくね決断されるんじゃないかというところなんですけども、このタイミングでナイキ新しい第4世代第4モデルアルファフライ、これをね投入するぞっていうね発表しちゃったわけですよ。これすごいよね。まあ今出てるベーパーフライのネクストパーセントが、まあ、第3世代っていうふうに言われているわけですよ。まあ、初期に出た一番最初に出た第1モデルが、まあ、カーボンプレートが入れた厚底モデル、まあ、初期のベーパーフライなわけですよ。まあこれは出た時の衝撃ってすごかったですよね。まあ、厚底何、カーボンって何っていうところで、まあ、出た時には、まあ、すごいっていうよりも、これ何っていう方が多かったですよね。まあ、これを履いて本当に早く走れるのか、半信半疑っていうところでみんなが履いてたと思うんですけども、それが第1モデル。で、第2モデルがフライニットですね。アッパーの素材を変えたフライニットの 4%。これが第2モデルって言われてて、まあ、フライニットはね、素材のこのアッパーの締め付けの感じとかでね、合う合わないっていうのがちょっとランナーが二極化されたような感じはあるんですけども、まあ、デザインも結構かっこよくてね、まあ、良かったシューズじゃないかなと思います。で、第3世代が今盛り上がってるネクストパーセントですね。まあ、このタイミングで世界陸連の調査がね入ってしまって、使用制限とか使用禁止になるんじゃないかなって言われてるんですけども、実はねもうナイキはね開発してるわけですよ。次のランニングシューズをアルファフライっていうねランニングシューズをね開発してるわけですよ。で、去年の10月に行われたキプチョゲ選手がオーストラリアのウィーンでね行ったイネオスチャレンジっていうのがあって、まあ、前人未到の全人類初のマラソン2時間切りを達成しようっていう企画があったんですけども、まあ、その時に入ってたのがアルファフライ。もうねすごかったよ、出た時に、え、何あれって、あんな厚底半端なくない、あ、エアーが入ってるよとかね言うので結構盛り上がってたんですけども、まあその時にね初めて2時間を切り1時間59分40秒という2時間切り、まあ非公認なのでね、公認の記録ではないので世界記録としては認められてないんですけども、まあ一応ね全人類初2時間を切った男、そして2時間を切ったアシストをしたランニングシューズっていうところでアルファフライ、まあその時はね、この時で言うとキプチョゲ選手のこのイノースチャレンジのためだけに靴作った靴っていうことだったので、正直もう全貌とかも全然わからないし、発売されるのかどうかはもうよくわからないし、トップレベルの選手たちに供給されるかどうかさえもわからない状況だったわけですよ。まあ、ただね、あのタイミングでね、まあ作るだろうよっていうね思いは私たちもあったんですけども、まあやっぱね作ってたっていうところですよ。で、ちょっとまずはね、このアルファフライのね、なんかの動画をちょっと、写真をね、パンと見せたいと思うんですけど、アルファフライ。で、正直ね、ナイキ側も、こう、全貌をね、全然明らかにしてないんですよ。細かいところっていうのは、正直教えてくれてない企業秘密は、もちろんそうですよね。企業秘密があるので、正直わかんないんで、まあ、ある情報だけで言うと、まあ、このわけですよ。まあ、とにかくね、カーボンプレート、今ネクストパーセントがカーボンが入ってますよね。1枚ビーって入ってる、これ1個なんですけど、要はこのアルファフライはそれが、ね、3つ入ってるっていうような感じです。で、見ると長い、前足部から角マットまで3本がバーって入ってるかは、こう1本のトッププレートのカーボンのところに集約するためのエネルギーを集約するために2つのカーボンを入れてるっていうような内容らしいです。で、設置をした時に
カーボンがしなり、トッププレートにエネルギーを凝縮するような感じで、その反発で進むっていうようなざっくりした内容みたいですね。で、僕もこれいろんな人とかね、詳しい人とかにいろいろ聞いたんですけども、やっぱほんと細かいところまではよくは分かってないっていうところ。ただカーボンプレートが3つ入ってて、どうなのっていう、すごいよねっていうところ。あとね、デザイン性が相当高い。このむき出しのエア超かっこいいよね。だからランニングシューズっていうよりも、通常のスニーカーとしても僕は正直履きたいなっていう思うぐらいかっこいい。前世後のこのむき出しのエアね、まあ、超かっこいい。で、注目点はね、この厚底なわけですよ。まあネクストパーセントも相当厚底だって言われてたんですけども、比較として言うと前足部もあとかかとの部分も約ですけど、だいたい10ミリずつぐらい厚底になってるんです。で、ドロップ差が、ネクストパーセントはドロップ差が8ミリぐらいだったんですが、アルファフライはね、9ミリぐらい。まあ、ほぼほぼ一生ぐらいですよね。ほぼほぼ一生ぐらいです。なので、単純に言うと、ネクストパーセントのシューズをもう10ミリ分厚くしたって感じです。かかとを10ミリ、バンって分厚くしたような感じです。ドロップ差が1ミリ程度なんで、そこまで変わらないので、設置の感覚とかね、重心移動の感覚がそんなに大きく変わらないかなっていう感じです。ただクッション、厚底が10ミリ分厚くなったと。これ大丈夫なの？これ大丈夫なのかなっていう。で、僕も前回ね、ナイキのベーパーフライが使用制限かかるんじゃないのかって話をしたところで、おそらくカーボンプレートの制限はかからないんじゃないかなっていう予想はしてます。まあこれはね、ランニングの陸上界のスパイクとかだとカーボンプレートって当たり前のように使われてるので、今更カーボンを制限することはないんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、なるとしたらおそらくこの厚底の部分、この厚底の高さの部分が制限される可能性があるのかなって話をさせていただきました。で、陸上界でいうと幅跳びとか高跳びっていうのは厚底の制限があるんですよ。なのでもともと陸上界でいうと厚底ランニングシューズの厚底の高さの制限のある種目っていうのはもともとあるわけです。となるとやっぱり陸上界長距離種目もしくはマラソン種目においても厚底の高さの制限を設けることっていうのはそこまで難しいことじゃないし、今までのルールからしても、まあ、流れ的にはね、まあそうだよね、ありだよねっていうような内容なので、おそらく厚底の部分が制限されるんじゃないのかなっていうふうに思ってるわけですよ。で、どれぐらいの何ミリになるか正直わかんないし、ネクストパーセントの厚底の高さがギリギリ OK なのかもわからない。そこまでは許すけど、これ以上はちょっと厳しいよってなるのかもわからない中で、10ミリ厚くしちゃってるわけですよ。いや、これはね、これはどう考えてもちょっと引っかかるんじゃないかなっていうところを思うんですけど、まあそんな中ナイキがね、もう投入しますと発表しちゃってるわけですよ。もうこれ宣戦布告なんじゃないのかなっていうところですよ。で、もともとね、情報として入ってきたのが、東京オリンピックの時にトップ選手、出場選手のマラソンランナーに供給するというような話はね、ちらほら受けてました。なんで、当日ね、マラソン出るランナーはほとんどのナイキのスポンサーのね、ランナーはほとんどの方がアルファフライ、もしくはネクストパーセント。まあ、10ミリ分厚くなるので、合う合わないが、選手として出てくる可能性があると思うので、まあ、私は履けませんっていうランナーも出てくるとは思うんですけど、一応ね、まあ、オリンピックはアルファフライ一色になるんじゃないかなって予想してたんですけども、まあ、今回ね、世界陸連の調査が入ったタイミングで、もうこの投入の時期をね、前倒ししたわけですよ。で、今言われてるのが、3月1日の東京マラソン、このタイミングで投入すると発表しているわけですよ。いやー、これはね、かなりナイキ側も宣戦布告なのかなっていうふうに思うんです。で、今後のその使用制限、ベーパーフライの使用制限のタイミングとして、僕の予想なんですが、1月末時点で世界陸連がリポートを多分提出するんですよ。で、この時点で確定ではないんです。多分リポート、世界陸連がこんな感じにしますっていうリポートをバンっていう風に出すわけですよね。おそらく。で、そこから各陸連、例えば日本陸連とか、が調査をして、まあどうするの？日本大会どうするの？とか、そういう感じで調査をしていくと思うんですけど、今流れで言うと日本陸連で言うと3月にこう理事会みたいなものを設けるっていう話をしているんですね。で、1月末の時点で世界陸連が何かしらの判断を下し、それに伴い日本陸連がまあどうするかっていう話し合いが3月に行われるっていうような流れらしいです。流れらしい。つまりは3月のタイミングで
陸連やるってことは3月1日の東京マラソンの時にはおそらく決断はできてないわけですよ、日本陸連としては。なんで日本で行われる東京マラソンはアルファフライはおそらく履けるわけですよ、タイミング的には。でその後世界陸連がこう世界陸連が管轄しているような大会、例えばオリンピックともそうなのかな、細かくまずちょっと分かんないです、管轄している大会で使用制限とか大会によってダメとか、そのタイミングでオリンピックではダメとか世界大会世界選手権がダメとか発表するかもしれないんですけど、細かく日本の大会とか東京マラソンでダメっていう発言はおそらくそこじゃできないと思うんですよね、日本陸連の管轄になると思うので。となると1月末時点で世界陸連がリポートを出して、3月の時点で日本陸連が理事会を開き発表するんですけど、東京マラソンのタイミングではおそらく決断ができないってことは多分履けるんですよ。でナイキ側も多分そこが分かってると思うんですね。なので東京マラソンのよく日本人選手注目されてる選手とかは履けるんじゃないかなっていうふうに思うんです、僕の予想としてはね。なんで今注目されてる設楽悠太選手とか井上選手っていうのはアルファフライをね履いて東京の街をね駆け巡る可能性があるかなって思います。だからその後東京オリンピックで制限をされて履けないかもしれないけども、 MGC ファイナルチャレンジ東京マラソンで履けるんだったら、そのタイミングで履き日本記録を出し東京オリンピックの切符をね手にするっていう可能性が高くなってくるわけですよ。となるとね大迫選手も気が気じゃないですよ。もし東京マラソンでアルファフライを履けるっていうなったら話はねやっぱ変わってくるなっていうので、正直ハラハラドキドキの状況なんじゃないかなっていうふうに思います。だからもう僕の予想で言うと東京マラソンでアルファフライは履く選手は多分出てくると思うんですよね。そのタイミングで禁止されるってことは難しいと思うので、でその情報がアルファフライを履けるってことは、そのアルファフライがどういう効果を発揮するのかっていうのは多分わからないと思うんです。で情報で言うと2月の中旬ぐらいに日本の選手に一部供給するというようなとこを言ってるので、2月の中旬ぐらいからこう履き 1,2 週間こう履き流して使えるかどうかの判断をするっていうことですよね。だからそこで本当に抜群にネクストパーセントの日じゃないぐらいいいってなったら日本新記録の可能性ってグッて近づいてくるわけですよ。で大迫選手も実際にアルファフライを履いて、あこの靴すごいな、かなり反発あってネクストパーセントよりいいなってなったら、設楽悠太選手とか日本記録出す可能性があるわけですよ。となると自分もやっぱ出ざるを得ないっていう状況になってきて、かなり東京マラソンもね熱い戦いになるんじゃないかなっていうぐらい、このナイキの前倒しアルファフライの前倒しっていうのは大問題なのかなと思います。どうなんでしょうね。その各世界とか日本の開催される大会のそのルールみたいなものが正直僕はそこまでやっぱ詳しくない、調べたんですけどやっぱ細かく書いてある記事がちょっとよく分かんなかったんですよね。なんで世界陸連が管轄しているのはどこだし、世界陸連が設けられるルールっていうのはどこまでの範疇なのかっていうのも正直ちょっと僕はよく分かってないので、うんとも言えないんですけど、おそらく各地域で開催されて、まあ、日本で開催されている日本の大会等に関しては、まあ、日本陸連が管轄している日本陸連の中のルールでやると思うんです。ただもちろん世界陸連がこういうふうに発表したものを日本陸連も取り入れてある程度そこのルールを遵守するっていうのはもちろんあると思うんですよね。ただ1月末時点で世界陸連のリポートがパンって出された大事で、そのタイミングで一気に全部日本陸連のルールがバンって変わることは難しいと思うんです。もう一度入連陸連の中で理事会とか会議を開いて、いつのタイミングで新しいルールになりますっていうので発表されていくので、ちょっとやっぱ時間がかかると思うんです。おそらく東京オリンピックの時のタイミングまでには世界陸連もある程度の決断をするし、日本陸連もバーンという決断をすると思うんですけど、3月1日の東京マラソンまでに決断は難しいと思いますね。となると日本陸連も思いますよね、まあ、その時に履いたアルファフライの靴を履いて東京オリンピックが使えなくなったとしますよね。そうするとその靴を履いて選ばれた選手を本当に選んじゃっていいのかっていうところもね、まあ揉めてきたりするのかな、なんとも言えないですけどね。いやーここはねかなり注目の的かなというふうに思いますね。まあナイキもやってくれたなっていう感じがしますよね。まあ僕一ね陸上ファンとして見たら、あ面白くなってきたなっていう感じはしますけど、選手目線で言うとやっぱ気が気じゃないですよね。
ですので、まあ注目していきたいなと思います。まずは1月末の世界陸連が発表するリポートがどういう決断するのか。で、それに伴って日本の陸連がいつのタイミングで理事会を開いて発表するのか。東京マラソン MGC ファイナルチャレンジの時には間に合うのかどうか。見ものですよね。まあ女子のファイナルチャレンジもまだ残ってますからね。大阪、今週の大阪国際女子マラソン、まあこのタイミングではほとんどネクストパーソナルだと思うし、あと名古屋ウィメンズもある。で、男子でいうと琵琶湖もまだあるんでね。楽しみな、内容になりますね。まあとにかくこうアルファフライがね、もうとにかくもう作って投入することが発表されているわけですから、おそらく市民ランナー、一般販売もね、おそらくするんじゃないかなって思いますけど、値段気になるよね。だってネクストパーセントがまあ3万円でしょ。ってなるとそれより安いなんてありえないわけですよ。ですけどね、3万円以上、なんか1回ね、話を聞いた感じ10万円ぐらいするんじゃないかっていう話は聞いたことあるんですけど、まあ3万以上するので4万とか5万いくらぐらいまでだったらみんな出すのかなっていうふうに思うのと、あとトップレベルの方が禁止になったタイミングでそんなに皆さん吐くのかなっていうところがね、正直疑問なところですよね。まあ今後のね、動向をね、注目したいな。まずは1月末のリポート、あと日本陸連がどういう判断するのか、あとは MGC ファイナルチャレンジでの皆さんの足元、いや注目。アルファフライ個人的にはちょっと欲しいね。あのランニングレースで使えないとしてもスニーカーとしてちょっと欲しいよね。ちょっとね、かっこいいなと思って。まあそんな感じでね、ちょっと楽しみなアルファフライ、どうなるのかね、動向をチェックしていきたいと思います。